日本神奈川県横浜市横浜市の歴史横浜市の歴史は神奈川県横浜市の地域における歴史自治体史横浜市の歩み略年表も参照再活度遺跡横浜市域は3万年前に陸化し立川ロームの堆積が始まった2万2000年前までには市内に人間が現れ旭区くの矢指谷遺跡続き区の北川海塚など およそ25カ所の後期旧石器時代の遺跡が発見されている。地域で発見された縄文時代の遺跡は、都築区の花見山遺跡など、市内各所に残る中期までの弥生遺跡は少ない。中期後半以降は、都築区の大塚西賀地土遺跡など、法形集工墓を伴う、看護集落が現れる。磯国の三連大遺跡は、縄文時代、弥生時代、 古墳時代にわたる大規模な遺跡である。古墳の出現は、紀内に1世紀以上遅れた4世紀の中期から後期とされる。この時期の遺跡としては、港北区の観音省古墳跡、青葉区の稲荷前古墳群などがある。地域の地名に関する最古の記録は、日本初期に見られる。安堪天皇元年、武蔵国の笠原正臣は、大和朝廷と結び、 噛みつけの君と組んだ小犬を破った。この結果、笠原忠臣は、大和朝廷から、武蔵国の国の宮津子の家であることを認知され、横廷、立花、高売、倉宗軍、さらに、倉木軍の4ヶ所を三宅として献上したと記される。7世紀後半までに、地域には、武蔵国吉獣軍、倉木軍、続き軍、相模国鎌倉軍が置かれた。 吉住軍は川崎市のほぼ全域と横浜市の北東部、倉木軍は横浜市の中南東部、鈴木軍は横浜市の北西部、相模国鎌倉軍は横浜市の南西部と鎌倉市をその領域とする。鈴木区の長者が原遺跡は8世紀に成立した鈴木軍が後とされ、軍庁舎、焦燥の遺構などが発見されている。また、この遺跡は、 国道246号に面しており、この道が古東海道であったと考えられている。なお、続き軍の名が見える最古の記録は、万葉集である。万葉集には、続き、吉獣の先森とその妻らの歌が収められている。内ちろには、足火たけども墨よけを畜しにいたりて来い、四をおもわも草枕旅の丸根の紐たえば我が手と、つけろこれの針じし我が息の息づくしかば、 足柄の峰のべ北網を見ととしのわねわが瀬名おちくしやりて、いつくしみたいはとかななあやにかもねも、俗に本気によると、七百六十八年には、羊群のアスカ吉基市五百国が、久吉群で得た白地を献上し、十八下を授けられた、とある。九百二十七年には、杉山神社が、式内社とされた。杉山神社は、全国でも、横浜市と川崎市、特に、 鶴見川流域にのみ、散在鎮座し、数十者が現存する。このうちどの杉山神社を、当時の杉山神社と特定するか、定説はない。杉山神社の論者には、緑区西八作町の杉山神社、鈴木区茅ヶ崎町の杉山神社、鈴木区中川町の杉山神社、港北区新吉田町の杉山神社、及び、鶴見区鶴見中央の鶴見神社などがある。 奈良時代以降は人口も増え生産力を高めた。平安時代には各所の開発も進み、三浦市の一族平子市、新外市、稲毛市など有力な豪族がいた。今に残る広明寺などの寺院は、この有力豪族らにより建立されたものと考えられる。商名寺庭園江戸時代、地域の大部分は幕府直轄領、または旗本智之地となり、 二国四軍にわたる215の村々からなっていた。人口はおよそ10万人、2万世帯と推定される。国高はおよそ8万国。地域には、神奈川港をはじめとして20以上の港があり、海鮮業が発達した。ペリー艦隊の機関、サスクエハンナ号、ペリー一行の上陸日本海軍水路量、作成海図、武蔵国横浜の一部、 1874年観光横浜賞金銀行本店春光。現、神奈川県立歴史博物館。横浜赤レンガ倉庫開港記念横浜会館。横浜税関神奈川県庁本庁舎。ありがとうございます。